喋っててもいいのか。精神教育してる。ちょっと緊張して座るとなんか壊してもう全部機材を持ち歩かないようにマイクスタンドもないから、うん、なかったら買おうかなと思って、うん、あマイクスタンドあるよ、うん、あかった機材がもう一式あるから、うん、まあ、また改めて打ち合わせしようか、はい、うん、そうね、毎月ワンマンね、うん、もしかしてそこね、うん、グランドピアノも、うん、17日でオペレーターとかもエンジニアとかも手配してたんだけど、全然私1回設定したら、うん、結構こんな感じ自分で手作りな感じ、うん、大丈夫、うん、そう、そうスピーカーだともうこれを持ち歩くなるから、うん、ストリートライブもやめて、うん、なんもないと思う、うん、あ、全然、うん、もうこっち帰って落ち着いてるので、うん、もうちょっとやね。もうちょっと。Thank you.
しんさんの福岡出身のシンガーソングライターしおんと申します。6年前に上京してですね、少しずつ福岡に帰ってきております。今日初めてのこの場所、よろしくお願いします。映画の初めてこの曲タイアップが決定した曲です。線香花火儚き夏の夢というオリジナル曲です。
その1年前に初全国デビューで5枚目のアルバムを連が出したんですけど、頑張ってデイリーチャート1位目指そうと思ったんですけど、何のチャートにも入らなくて、もういろいろ戦略を考えて全国を今こう回ってですね、で福岡は2015年は実家なのでお盆とあとお正月も2回その代わり交通費がかかるので、一石三鳥じゃないですけど、3週間ぐらいいてライブをしたり、ストリートライブをしたりしていました。で、4、5年ぐらいですね、ストリートライブも含めライブ活動を東京でもしてきて、1回メジャーさんで、ユニバーサルさんで CD を出したんですけど、大きく羽ばたける力がなくで東京に上京して6年目になります。なのでもう選択を変えようかなと思って、今年はもう最後の年、何でも期限を決めないとダラダラするっていうじゃないですか。なので今年はですね、もう正直来年が厄年なので、厄年は引っ越しとかしたらいけないと言われて、3年間ぐらいまた東京に絶対いなきゃいけない環境になっちゃうので、今年1年メジャーデビューが決まらなければ福岡に帰ってくるって決めました。だから福岡の方はもしかしたらイエイと思ってくださるのが嬉しいのか悲しいのかそんな感じなんですけど、そう福岡は今年はですね、そのストリートライブをちょっと来月にメジャーデビューのチャンスが今3角ぐらいであって、ストリートライブをちょっといろいろな諸事情で中心にしてるので、その分のエネルギーを蓄えて毎月静岡、名古屋、大阪で東京から毎月ツアーで回ってたので、そこから毎回東京に戻ってたのを、もしご縁があればまたお会いできる機会があれば月に1回福岡に、東京からなんですけど一旦今年は行けるように2016年はしてみたいなっていうのが私の方法で、初めて会った方もいらっしゃるので、シンガーソングライターシオン、ちょっとこの先何曲かお届けさせていただきます。1曲はちょっと一体感がある、今日はピアノがあるのでピアノで、福岡であんまりライブをワンマンライブしかしてないので、どういう感じ、こう特にご当地で大阪はみんな食べるのが好きなんですよ。食べながら聴くの効果はまだリサーチができてないのでどうかなと。どうですか、明るい方が好きかゆっくり聴くのが好きか、すごい気になるんですけども、この曲をやって確かめたいなと思っております。
曜日にニンニンジャーの主題歌を歌っている大西洋平さん、今年が、動物、あ、獣王じゃんとか、今年の間違った獣王、合ってる動物のね、獣王じゃん、合ってるかそのをまたエンディングを歌うことになってる方 の、 あの提供してくださった曲です。で、偶然その前からこう動物園って曲を提供していただいたので、今年のね、そのヒーローもの、仮面ライダーとかいろいろあったね、ニンニンジャーは2015年、2016年の獣王者だったので、この動物園が何かしらくっついていけたらいいななんてあやかっています。じゃあ、一旦100分は一見に近づくということで、今からするので、サビじゃないところはみんな生ドラム、サビのところはよかったらこうやってねやっていただけると嬉しいです。わからないと思う、私もやりますね。じゃあ動物園、大人になる前に本当は寂しがりで
ブマニマニという去年東日本大震災の寄付金として全国デビュー、タワレコで一部分祈りの歌プリッティと収録させていただいている君をたどるマニマニというオリジナル曲です。何か苦しくて涙溢れて息が消えて僕は止まった。たどる程度でぼやけていて君をたどるマニマニ。1月10日、まだ明けましたおめでとうって言っても大丈夫
ですか。一応ちゃんと挨拶を、福岡で初ライブでございます。改めまして、明けましておめでとうございます。右も左もゼロ、去年もお世話になった方ありがとうございます。今年未来お世話になろうと、もししている方、していなくてもしていただきたい、ありがとうございます。よかったらぜひ、福岡の地元を頑張っていきたいので、ごんべに寺のポエムの収穫のし、ラブの愛するの愛と書いて、本名とアーティスト名でシオンと呼びます。母が、歌手になりたかったっていう、その名前に多分思いが込めてあると思うので、アーティスト名はこの2文字で検索すると、 YouTube のチャンネル、月に1回ミュージックビデオを長野の大自然で撮影させていただいてて、今40曲近くミュージックビデオがあるので、なんかちょっと暇だなっていう時とか、なんか疲れたなっていう時は、なんか視覚的にこう癒し、ヒーリングをなんかできたらいいなと思って作っていたりするので、ぜひ検索してみてください。あと手話も勉強してて、それも50曲近く、東京の銀座の方なんですけど、そこでのグランドピアノのライブも、カバー曲もあるので、お暇の時見てください。今日は最後までいます。よかったら、シングルからもありますし、あと無料でチケット、あとチラシも持ってきております。であと今年は福岡のワンマンライブを2回したいなと思って、今月の1月の17日にワンマンライブを、東京からお友達アーティストをゲストで呼んで、します。高砂のラッカーサーってとこなんですけど、ね、もしよかったらチケットあります。ぜひよろしくお願いします。じゃあ最後の曲はですね、生まれてすぐ片親で育って、福岡で、周りがこうそんなに芸能の道を行っている方いなかったので、本当は歌手になりたいという気持ちを押し殺していたんですけど、24歳ぐらいまで社会人をやって7年間して転職をつけて、何が起きても安定かな、また戻れるかなと思って、不安定な道、音楽を一歩踏み出しました。そんなちょっと片親で育ったっていう自分の劣等感で、やりたいことを我慢していたので、もし同じような方がいたら、何かこう背中を押せたらいいなと思って、何曲か作ってる曲の最後1曲、石ころっていう曲を歌わさせていただきたいと思います。最後聴いてください、石ころ。
ありがとうございます。YouTube でさだまさしさんの命の理由とか、結構そうですね、手話10曲ぐらいはずっと。手話って結局手話から別にね、美文字以外は否定があるわけじゃないから。
頑張らさん、ハートありがとうございます。ひろくんもハートありがとうございます。いっちさん、いっちさんもハートありがとう。よっしーもだるまありがとう。
私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかも、私たちはいつも知らない、どこに行ったの、生きてきたの、遠い空の下、不徹の物語だ、手の糸はあなた、横の糸は私、織りすぬのはいつか誰かを温めるかもしれない、大牟田からサポートで参りましたギター TAT。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、